エーヴァマックスはアメリカのシンガーソングライター。シングルスイートバッドサイコが世界的なヒットを記録した。アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキーでアルバニア移民の両親のもとに生まれた。母はオペラ歌手だったという。子供の頃から歌の才能に恵まれており、数々のコンクールで入賞している。 歌手になるため14歳の時に当時家族が住んでいたバージニア州から母と共にロサンゼルスに移住したが1年後に地元に戻っている。17歳の時に再度ロサンゼルスへ向かった。セリーヌ・デオン、マライア・キャリー、ホイットニー・ヒューストンなどをよく聞いていたという。さらにはマドンナ、グウェン・ステファーニー、ファー・ギー、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、レディ・カガ,ガラに影響を受けているという。 音楽スタイルや派手なルックスが彼女らに似ていると言われることもある。2013年にイバ・マックスの名で初めて曲を発表したが送ったデモテープが返却される日々が数年間続いた。天気が訪れたのはロサンゼルスで開かれた音楽プロデューサーサークットのバースデーパーティーにおいてである。サークットはリアーナ、ザ・ウィーク・エンド、ブリトニー・スピアーズ、ジェシー・ジェ シャキーララをプロデュースしている著名人でケイティ・ペリーに提供した3曲とマイリー・サイラスに提供した1曲でビルボードホット100で1位を獲得している。パーティーでエイバはハッピーバースデートゥーユーを歌い、それをきっかけとしてサークットと共同制作を始めるようになった。曲は音声ファイル共有サービスサウンドクラウドで発表され、2016年1月の Anyone But You リリースを契機に多くのレコード会社からオファーを受けた。2018年4月にはマイウェイ2018年5月にはスリッピンがシングル曲として発表され2018年8月には Not Your b ー b ー,ール Girl がプロモーションシングルとしてリリースされた。2018年8月にノルウェーの音楽プロデューサーから送られたメロディをもとに エイバ自身がサークットラと共に書き上げた、スイートバットサイコが3番目のシングルとしてリリース、されると爆発的に売り上げを伸ばし、20カ国でヒットチャート1位を記録した。インタビューで歌詞について、恋愛関係において誤解されている女の子について書きました。サイコと呼ばれ、自分の頭が変だと感じているけれど、実は正直で、オープンで素直で明けすけなだけ。 彼は、そんな彼女の、どんな面も愛しているし、どうしても愛することを止められないんですと語っている。その後、音楽プロデューサーであるデビット・ゲッタのアルバムに参加した。2019年1月に、スイートバッド・サイコが、ビルボード・ダンス100で1位を獲得した。2019年3月には、ソアム・アイがリリースされ、ヨーロッパを中心にヒットし、ノルウェーでは、チャート2位を記録した。 2019年8月にアメリカの歌手であるアージ・ミッチェルにフィーチャーされたスローダンスをリリースし 2019MTV ヨーロッパミュージックアワーズでベストプッシュアクトを受賞した同月27日にシングルトーンをリリースこの曲はフィアット及びトラサルディとコラボしフィアットパンダトラサルディの CM ソングに起用された2019年9月にはワーナー チャペルミュージックとアーティストパブリッシンググループと共同出版の契約を結んだ。2019年11月にはパブロ・アル・ボラントのデュエット曲であるタブをリリース。2019年10月に開催されたアティテュード・アワーズにて2020年に初のスタジオアルバムをリリースすることが発表された。ありがとうございます。